どうも、いろんなものにスタンプするセルフネイラー小杖です。今日はこのキャンドゥのプレートとセリアのスタンパー、そしてダイソーのスタンプ台を使ってネイルホイルジェルでスタンプできるか試してみます。こういう実験をするときにはいつもこのプレートを使っています。この模様だと広い面と細い線と両方実験できるので便利だからです。ジェルが緩いし乾く心配もないので何回も何回もこすっています。スタンパーに転写させた後ジェルが弾くかもしれないので急いで硬化します。完璧ではないですが、まあまあうまく転写できたと思います。不要な模様をマスキングテープで取ります。結構綺麗に取れますね。うん、いいかもいいかも。何も塗っていないネイルチップにスタンプしていきます。ちゃんとスタンプできるかな。お、できたできた。2分硬化します。エタノールで軽く拭き取ります。強く拭き取るとなんか取れそうなので。まずはキャンドゥのネイルホイルを試してみます。経験上このネイルホイルはシーンのネイルホイルよりも簡単に転写できるような気がします。小さく切ったものを貼ります。ドキドキ。あ、指の感触で綺麗に乗った感じがします。いいかも。早速端っこが剥がれてますね。これはいい兆候だと思います。あとはひたすら爪でガリガリしたりピンセットでガリガリしたり、ピンセットじゃなくてツイーザーっていうんですかね。ネイル道具の名前とかネイルパーツの名前とかわからないことが結構多いので間違っていたら教えてください。ちょっとめくって様子を見てみます。あー、悪くないかも。続けてこすっていきます。ちら、もうゴールは近いですかね。行ってみましょうか。ベローン。お、ちょっと微妙かも。ネイルスタンドから外してみました。やっぱりちょっと微妙ですね。ちなみにネイルホイルはこんな感じになりました。トップコートを塗ってみます。画面ではほとんどわかりませんが少しだけ金色が剥がれてきたところがあります。優しく塗らないとダメみたい。こんな感じ。特にトップコートを塗る前と塗った後とものすごく変わったわけではありません。今度はダイソーのプレートでやってみます。このホイールジェル結構匂いがきついんですよね。何回もこすってセリアのスタンパーに転写します。急いで硬化。こんな感じになりました。見えますか。不要な模様をマスキングテープで取ってネイルチップにスタンプします。模様の部分が小さくてネイルチップをカバーできないんですけど、実験だからいっか。真ん中にドーン。結構綺麗にスタンプできたと思います。見えなかったらごめんなさい。2分硬化します。エタノールで軽く拭きます。こうやって拭いておかないと粘着力があまり出ません。今度はシーンのネイルホイルを試してみます。
小さく切って貼ってみますね。えい。あ、なんかピタッとしたグリップ感ありました。ついてる感じがします。どんどんこすっていきます。ツイーザーでもこすっていきます。ちょっと様子を見てみます。ちら、おお、あんまりついていない。でもついているところもあるので頑張ってこすっていきます。頑張れ頑張れ。実験とはいえ、ちょっと選んだホイールの柄とスタンプの柄が良くなかったかな。でへ。ちらちらめくりながら様子を見てこすっていっています。だいぶついてきたような気がします。ホイールジェルがついているところはツイーザー越しでもちょっと厚みがあるのがわかるので、あ、ここをこすればいいんだなっていうのがなんとなくわかります。やっぱりこれホイールの柄が失敗だったかな。何の柄だかよくわからない。激しくこすっている間にブルータックがスタンドから剥がれてしまいました。端の方をもうちょっとこすっておきます。わあ、この柄分かりにくい。ちなみに剥がれた方のホイールです。ちょっと星の形がガビガビしてますね。ネイルチップのブルータックを取ってみます。ブルータックを取ってもあんまり変わり映えがないくらい分かりづらいですね。トップコートを塗ってみました。やはり分かりづらいです。爪に塗せても分かりづらいです。今日の結論、細かい模様をスタンプするのには向いてないと思いました。キャンドゥのネイルホイールは場合によっては使えなくもないかなと思いました。今日のやり方でやってみたいデザインがあるので、また後日動画作ります。視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。